はい、こんにちは、あれです。ドラゴンクエストビルダーズ2やっていきましょう。今回はこの場所にお風呂屋さんを作っていきたいと思います。前も反対側にね、風呂屋さんを作りましたが、あれとは違う感じでやっていきたいと思います。前はね、なんていうか、まあ中世ヨーロッパ風のお風呂にしてみましたが、今回はこっち側に和風の、まあ和風とまでいかなくても五右衛門風呂を使用したお風呂を作っていきたいと思います。予定地はこの白い岩の部分ですね。建物の真ん中がここで、右側がお風呂屋さん、そして左側がレストランと食堂、そんな予定でやっていきたいと思います。今回は右側のお風呂屋さんの部分をやっていきます。それでは始めていきましょう。特に何の意味もない。ちょっとね、遅くなっちゃったからさっさと始めていきましょうね。で、どうだっけ？もう風呂場の。1234。1234。1234。うん、いや、風呂は、俺は、部屋にしちゃおうかな。入る向きが逆だったからうまくできなかったわ、ね、逆向いてお風呂に使っちゃうから。なんだろうな、ちょっと待って、いいな、大きい建物作ればよかったな。ん？自分の子できぼと思う？いや全然思わないよ。いや俺ね、マジ自分の声聞きたくねえから、編集とかなかなかの苦行やで。こうかな。なんかそうだな、縦に穴開けちゃおうかな。ちょっと悩むのよね。気がないというか面白いのは結局俺が燃え尽きただけなんだよな。まさかテレミグレで俺が200溶けるとは思わなかった。そろそろ一応風呂だから曇り風にしておこう。こんばんは。はい、こんばんは。ん？ああ楽しかったならよかったっす。ここからが何も決めてない。何もではないけど。逆向きなんだよな。大台のとこ。あれでね、いつも遊んでる。なんか子供が多い時かな？なんか予約が入ってる時とかは並んでてみんな使えるんですよね。できる子、努力できる子なのかな？まあなんか好きなことはひたすらやってられるんだけど、興味なくなった瞬間一瞬で。まあね、あれもきっと要練習だから。簡単にできたら売り物じゃないでしょう。うん、多分そういうことにしようこう。国の要請にしておこう。ゲームの12か。そい、こんなもんでどうでござろうか。しっかりしろ、植木山ってやつやな。うん。お、いいっすね。晩ご飯もカレー食ったんすよね。腹減っちゃって。昨日のカレー、2日目のカレーやね。マジ、8月予定が空いてたら、ゲームしてるときは全部生放送してみようかな。いや、でもな。わかんない。でもそれもな、一種の練習だよな。喋るな。
お城っぽい。お城っぽいのかな。やべ、なんかめっちゃ重くね、ここ。ザホアイテム。と思ってたら、俺燃えて死んだ。ちょっとね、見直した。高いかな。どうかな、わかんねえな。またやりたいな、まあ、来なくてもやってもいいんだけど。せやな。そう、マジ、また今度関係ない話、関係なくはないんだけどさ。まあ、ビルダーズは、なんか一応ね、一緒にやりたいですみたいなコメントあったじゃん。ありがたいんだけど、ちょっと断っちゃった。ノーオンラインだ。知らなかった。勝手に繋がると思ってた。そっか、そうだな。こっち向きが一個と、こっち向きが一個。ああ、縄文。縄文時代じゃないよな。縄文時代じゃない。縄文時代だったら何つければいいんだ？なんだっけ、黒曜石使って矢印でも作ればいいのかな。はい、お疲れ様でした。お風呂屋さん建物の右側ができたので、今回はおしまいにいたします。できたものを見て終了にしましょう。まずは真ん中、正面。ちょっとこれどかすか。見えにくい。よいしょ。大通りの正面、真ん中ですね。建物の入り口になっています。上はまだ仮だとしても、下側はもうほぼ確定でしょう。丸太と、遺跡の壁を使って作りました。そして煙突を使用した花壇が両サイドに置いてあります。右側に入ると、今回は作ったお風呂に入ることができます。ここは、あれですね、番頭さんがいる。受付みたいなものです。本当はもうちょっと高いところに乗せたかったんですが、ちょっとね、スペースなかったっていうわけで、今回はこれで我慢しましょう。この大きい土が番頭さんのつもりです。そして、お風呂の更衣室があって、上にも木を登ることができます。真ん中の建物の空いたスペースでちょっと涼む感じかな。ドリンクテーブルが2つ並んでいます。こっちもね、景色整えればそこそこいい感じになるんじゃないかな。向こう側の緑の開拓地が見えますね。そして戻って、更衣室を抜けると、ぬくもりの湯。まあ、シャワーが2つと、このね、五右衛門風呂が1段下げて埋め込まれています。予備の桶だったりね、こういった火をつける。まあ、火をくべるための薪が置いてあります。この粉はよくわかんないけど、まあ、それっぽいから、とりあえず置いてみました。こんなものでしょうかね。だいぶ狭い感じですが、まあまあ、和風チックな雰囲気になったんじゃないかとは思います。そして建物の屋根は今回初めて、この普通の、ね、屋根じゃなくて、木の屋根。まあ、少しボロっぽい感じの屋根を使用してみました。全部が全部この屋根だとさすがにね、みすぼらしい感じがしちゃうと思ったので、中にこいつを埋め込んで、待って、名前が出てこない。柵、そうそうそう、これ、そうだ、木の間仕切りを一段入れて、ね、中に物が入らない感じで、でも換気は良く、そんな感じにしてみました。こんなものでしょうかね。今までにない屋根を使用してみました。はい、こんなものです。次回はこっち、建物の左側、レストランを作っていきたいと思います。ここに、まあ、キッチン部分を作って、こっち側でね、みんなでご飯を食べるそんなスペースを作っていきたいと思います。それでは、おしまいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバイ。